佐藤由美さん、八王子、東京24区で衆院選に出ると伺いました。一つ大事なところを伺っておきたい。八王子の戦いはどうしようもない。自民党に飛び蹴りを加えて、自民党に豚うんこを投擲して、八王子から自民党を退去させるか、あるいは自民党に解党、廃止を迫っていきます。国民民主党の玉木代表は、国会で自民党予算に賛成し、自民党の政策に賛成し、自分が大臣になりたい、あるいは自民党に鞍替えしたい、ということが見え見えです。佐藤さん、あなたは玉木に変なことを言わせずに、八王子市民の味方であり続けることができますか？1月の八王子の集まりで、八王子市民の疑問に答えてくれますか？お願いします。それでは続きまして、今日は佐藤由美さんも来ていますので、スピーチお願いしたいと思います。皆さんこんばんは。ただいま檜山直子さんからマイクをバトンタッチをさせていただきました。私は国民民主党衆議院予定候補佐藤由美でございます。本日はこの萩生田光一衆議院議員の裏金問題を、この市民の怒りの声をみんなで訴えていこう、そうしたこの会、私自身もその思いで参加をさせていただいているところでございます。一部の声が全体の声とすり替えられている今の政治を、今こそ皆さんお一人お一人のこの手を結んで力を結集をして変えていこうではありませんか。この失われた20年30年と、国際社会においても日本は停滞をする、縮小をする、そうした構造を放置をし、そして国内においては中間層も先細り、二極化が進行している、格差も拡大をしている、日々の暮らしにおいても立ち行かなくなっている人がこの市内、私も普段皆様方の声を伺って、本当に皆さん厳しい状況に置かれています。物価も上昇している、こうした状況において、国政は皆さんの声を踏まえて、日々のその皆さんの課題をしっかりと解決をする、生活を支えていくために必要な政策を打っていく、これが政治の責務ではないでしょうか。子どもたちがどんな家庭環境に生まれても、どんな状況にあったとしても、選択の幅を狭めることなく育っていける、そんな環境を私たちの世代で責務で作っていきたい。だからこそ、この先ほども岸山さんからもお話がありました、市議会議員の方々からもお話がありました、皆さんの声をしっかりと受け止めて、それのために行動をしていく、そうした政治に今こそ変えていこうではありませんか。私もその世論に立ちたいと思うし、今度の1月には市長選挙もあります。この市政、都政、国政と結んで森喜彦市議もいます。先ほど選の時も皆様と一緒に行動していく、その訴えをされていました。どうか皆さん、この一部の声で利権を分配することに終始をするような、そんな政治を今こそ変えていく、終わらせていく、その一歩をこの日に改めて誓い合って来年を迎えたいと思います。私、国民民主党衆議院予定候補佐藤由美からのお訴えでございます。どうか頑張りましょう。ありがとうございました。佐藤由美さん、どうもありがとうございました。